あれから5年間、国際大会では負け知らず。大野将平は課せられた使命はオリンピック連覇だけではない。日本柔道の美徳を世界に示す。王者の柔道を肌で感じさせるために。元でした。声は出していいんですよ。しっかりここで大外刈りの足の使い方などを丁寧に指導。世界は回り続けている。常に実践への意識は現状を知ることが目的。中でもひときわ目立ったのがオリンピック連覇を狙う大野将平。試合前に切る習慣、ワイルドに進化した王者が1年後を見据えます。包み隠さずに伝えるようにしていて、これを極めるために日々のウェイトトレーニングでも常に柔道着をつかみ感覚を養ってきた。忘れない。下火きてないでしょ、柔道って。こう、こうちょっと、だから本当はこう、ね、こう、ね、柔道トレーニングキック。その指を見せてもらうと、タコだらけの指はいわば勲章。この手で正しい組手を貫き栄光をつかんできた。
翔平が信じるスポーツの力。